こんにちは、いつもありがとうございます。ワルサネコのコペです。どうもお世話になります。ワルサネコのタックスです。どうもお久しぶりです。そうですね、もう収録自体が久しぶりになってしまうんですけど、今日があと名品市まであと2日です、ですね、今日が今3月22日の午後ですので、金曜日か今日、はい、あ、ほんならナイトスクープがね、深夜あるんで、それまでは絶対起きてますんで、だから24日もう難波神社で名品市開催されますので、今日はもう販売物の紹介ということでさせていただきます。うちらは朝の4時から出発して大阪行きかな。そうですね、まあ、あの車でのんびりと、はい、では今日はあのこの商品の方の紹介させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名品市で今回販売するものの紹介なんですけど、はい、まずは初めタックスが作った方でいけば、まずこちらヘルメット、これまあ2色2個ですね。そうですね、今回2個です。1個ずつちょっと時間がちょっとね、はい、やっぱり意外に写真屋さんって忙しいっていう、もうこのシーズンはどうしてもね、まあ、これヘルメット2色、はい、でこっちがまあカバンで、これ試験管がまあちょっとあるかな。この帽子も、ミニのハットの方が1個で、こっちがこれがまあできれば1個か2個、そうですね、まあ、それまだ大きい分のドールね、仕上がり待ち中ですね今。でまあ標本に関してはまあ何個かあります、若干数、はい、これはまあ昔まあでそれかな、ワンダとかあのスコーンの方にあるな、このサイズやったら。そうですね、スコーンサイズでちょうどいいと思います。まあだからタックスが作る方はこんな感じであります。はい、はい、コペが作る方のちょっとやっていきましょうか。はい、コペの方まず新作がこちらですね。先日アシャアルビラが来た時に着せていた服のバージョンアップ版が完成しました。うん、これ何個ある？これは5個あります。でもサンプル入れて、サンプルは別で、あ、もうちゃんと着とんやな、うん、はい、はいはい。でこちらあの以前ブルーの服を作ってマーメイド他社に着せていたんですけど、それの赤バージョンが完成しました。くるくるの時青やったな、うん、そうですね、赤バージョンは初登場になります。こっちは本じゃあれな、ユニコーンの時の、ユニコーンの時の色違いになります。これは一つしかないんですけど、はいはい、はい、でこれは前回も再販希望が多くて岡山の時にも足したんですけど、 あったな、うん、それでもなんか買えなかったっていう方が出たので、ちょっとだけ追加作らせていただきました。こっちの服はあのいつも左側の部屋の一番上におる、そうです、それと同じものなんですけど、ちょっとこの胸元の飾りがバージョンアップしています。なるほど。あとはここにワンダサイズが少々、こちら色違いももう一つ一着ずつやね、一着ずつでございます。うん、今回名品市で販売するものはこれだけやね、もうこれで全部になりますね。まあちょっとタックスの方は、うん、ひょっとしたら家具とか別のも持ち込んでるかもしれませんけど、椅子とか、今からちょっと作り足しできたらいいんですけど、それもちょっと難しいでしょうね。まあ私タックスの方はこれ以上作るのは今回難しいし、コペの方もこれ以上作るのはちょっともう今時間的にも難しいので、うんうん、まあ、今回はこれだけかな、名品値は。そうですね、だから思ったよりは数が作れたんですよね、うん、このバタバタの中の割には。数的には前回の名品値と同じ品数だと思いますので、は変わらない感じですね。まあ今回ガチャガチャがない代わりに、ワルソネコの新しい部屋を一つ持っていくのと、過去に作った2つの部屋、階段の部屋2つね、左右いつも、はい、それではさようならって言って引きで出てる、あんま喋らへんけどね、うん、まあその時の部屋をもう3部作で全部並べる形になります。完結なんで3つ連結した部屋が見れるのは、うん、大阪だけか今のとこ。そうなると思います。逆に言うたらね、ワルソネコ店内でも飾るとこがないっていう、なんか帰ってきてからどう置くかっていうのは今課題になっているところですね。テーブル買うてくるかっていうんで、うん、もう鍵づくり一ついりますよね。でまあその部屋の全貌っていうのは、名品地当日発表になります。そうですね、そこで初めて私たちも撮影するようになると思います、うん、そこでなかったらくっつけれないっていう、そう3つ並べることが今のところ不可能ということです。どういう部屋なのか、まあ時々ねちょこちょこ見せてるんで、それから想像していただければ、はい、から当日も午後1時以降になると思うんですけど、各ブースの撮影 OK になる時間帯っていうのが出てきますので、そうそう、名品地ってね、はい、スタートした段階で撮影ができるところは多分かなり限られているんで、うんうん、ルールとしては午後1時から撮影が OK。 そうですね、前回そうでしたから、なんかそれで今回はちょっとどうか分からんけど、まあ、今回もそうじゃないかなと思ってるんで、うん、まあ、撮影の際は1回お声かけていただいて、うん、その時にあ、すいません時間外なんでちょっと撮影はご遠慮してくださいって言われたら、それはルールなのでよろしく、うん、ルールを守ってお願いします、うん、でまた撮影 OK になりましたらドールおいての撮影も OK になりますので、お持ち込みいただけたら、声かけていただけたら、はい、どこ来たいとか言って、うん、階段とかでも置いていただけますし、そうそうそう、うん、この新しいセットのなんかこう2階とかも置いていただけると思いますので、あ、ね、2階行く下のとことあるものに載せることも可能っていうことで、そういうですね、まあ、あるものはねまた当日時間があったら動画で、そうですね、やりたいですね、せっかく動くように作りましたから。 YouTube は当日はなかなか無理なんで、うん、まあ多分 Twitter とか、うん、インスタの方でちょっとした動画をこんな風にこうなるんですよっていうのは発表できると思いますんで、うん、はい、それでよろしくお願いします。まずはじめに標本ですけど、まあ、これね2種類あるんでお好きな方選んでいただけたら幸いです。そして次に、試験管セット、こちらまあ6分の1サイズですけど12分の1サイズでも十分汎用性はありますんで、その辺まあ使っていただければ。で次は、トップハットとミニハット、11から12インチの頭部のサイズと、そしてスコーンのサイズだったらミニハットは多分合うと思います。
そして次に、まあ、これもちょっと2種類、22センチと16センチ、まあ、こちらもね高さ合わせちょっと段数が減りますが、あとあの青いチャキはついてますんで、でミニトランク、こちら16から27センチドールですけど、まあ膝の上に置いたりとか足元に置いたりとか撮影に使っていただければ幸いです。でヘルメット、これから春なんでね、オートバイの季節もとってもいいんで、まあね、もしオートバイ持ってる方はヘルメットもあれば撮影の時ちょっと面白いかなと思います。ではコペの方の作ったものを紹介していきますね。一通り服を着せてみました。まあ旧作新作混ざってるんですけど、色違いとかもありながらですね、紹介させていただきます。最初の服エンデュランスっていう名前がついてるんですけど、今回の新しい主人の名前がついています。先日アシャアルビラに着せた服のバージョンアップ版ですね。ブラウス、スカート、コルセットのセットになっています。スカートの後ろをファスナーにしたので、随分スッキリした仕上がりになりました。続いてこれ、先日星の約束というタイトルで青い服を作っていたのですが、今回赤の方を作っています。セットはブラウス、パンツ、セーラージャケットの3点になっています。ちょっと男子風というか、そういうデザインですね。これでもあれやろ、これ他社の時に着せた分の赤色なんやな。そうですね、色違いになります。変更点とかちょっとあるの？あんまりない、色だけ。もう基本色だけなんですけど、あの、うん、コルセット部分の長さとか改良を加えたりはしてあります。あとはチェーンがかなり使ってあるので、ちょっと重たい仕上がりになっているのが特徴ですね。うん、こちらは再販ですね。女主人マーフの服になります。これ着せているのは以前の服なんですけど、実際には胸元のラインストーンが増えていたりとか、そういうのがあります。あと今回2着作ってるんですけど、スカートの柄の入ってる位置が右側と左側で逆のが1つずつになっていますので、それを見比べて好みの方を選んでいただけると嬉しいです。あの初めの方で話したけど、あのいつも映ってる階段部屋の左の方の一番上におる分やね。そうです。こちらの服はユニコーンメーデンを発売された時に合わせて制作した服の色違い版になりますね。ちょっとあの魔法学校っぽいっていうのをよく言われてたので、マジカルスクールユニフォームっていう風につけてるんですけど、ブラウス、スカート、コルセット、ボレロの4点セットで、コルセットなしでも十分見られますし、いろいろ着回しとかもできると思います。これ前の時は色は赤っぽかった案が。そうですね、赤のスカートのバージョンでした。あと紫のバージョンも作ったことあるんですけど、うん、ターコイズは販売初めてです、うん、スカートの模様もじゃあ共通で、うん、模様は共通です、うんうんうん、最後にワンダーフロックサイズですね。これは旅人の服なんですけど、これもブルーとターコイズの2種類用意してあります、うんうん、じゃあ今回はまあこの5種類で服は、うん、はい、もうそれでよろしくお願いします。もう作った服によって数が全然違うんですけど、うん、今回エンデュランスに関しては5つありますし、あと星の約束は3点、うん、でマーフは2点なんですけど、あの魔法学校に関しては1着しかなかったりとか、もう本当数バラバラなので、うんうん、お好みの服がある方はちょっと早めに着ていただけると嬉しいなっていうのはありますね。まあ、でもまあね、ちゃんと順番通り並んでね、うん、こう誘導もちゃんとありますんで。そうですね、あと当日新作の部屋が真ん中に登場するんですけど、そう、階段見よる分の右と左の真ん中の部屋ね、うん、はい、で階段の部屋も一緒に持ってきて3部作全部並べる予定になります。大きになるとか横に長くなるな今度は。そうですね、いつも縦に長い感じの部屋を見よるけど、うん、今回はめちゃくちゃ横に、会議机1本使うなほぼ、うん、もうそういう感じのかなりボリュームの大きい部屋になるんですけど、うん、こちらあのドールを置いて撮影とかもしていただけます。で最初のうちは混雑しますので、撮影多分禁止だと思うんですね、うん、で多分1時過ぎたあたりで撮影の OK が出ると思いますので、うん、それ以降はなんかあのドール持参で来ていただけたら置いて撮影していただけますので、お気軽にお持ちいただけると嬉しいです。ま、一度声をかけていただけたらよりご案内がしやすいかなっていう。そうですね、ご案内差し上げますので、まあ、やっぱりねあのマナーを守ってやっていただくのが、うん、やっぱり ねあのうちらのブースの後ろには他のブースの方もいますし、うん、そのブースに並んでるお客さんもおるんで、うん、お互いやっぱりね、うん、迷惑をかけないように。そうですね、やっぱり通路を広くは取っていますけど、カバンを背負ったり荷物を持ったり SD の人とかこう脇に抱えてるところいうわけにはいかんから、うん、本当にもう腕に乗せて、うん、もうね本当1歳とかぐらいのこの大きさがあるから実際ありますね。やっぱりこう、まあね、非常にやっぱり皆さん道路大事にされてる気持ちあると思いますんで、はい、やっぱりお互いこう迷惑をかけない、声を掛け合いながらね楽しくやっていきたいと思いますんで、うん、もうみんなが気持ちよく楽しいイベントになればと思いますので、うん、おもろいよほんまイベントは、うんうん、もうイベント自体本当に見どころ満載なので、ああもう火炎から行かないっていうよりか、うん、本当見た方がいいよ、うん、もう見応えすごいあると思いますので、うん、もうぐるっと見て回るだけでもすごい楽しいと思いますので、まあ、当日ねまた今度来ていただけてありがたいかなと、うんうん、そうですね。そしたら当日よろしくお願いします。本日はこれで、はい、最後までお付き合いくださりありがとうございました。どうもありがとうございました。